岡山市では9月19日以降、新規感染者が1桁ないしはゼロで推移しています。感染状況は落ち着いています。ワクチン接種については、2回目接種者が全対象者の 66% になり、着実に進捗しています。11月初旬には8割弱に到達する見込みです。岡山市では感染の再拡大を抑えながら社会経済活動を回復させていくため、まずはワクチン接種率の向上に最善を尽くします。11月7日までをワクチン1回目接種のラストスパート期間とし、十分なファイザー製、ワクチンを確保いたしました。集団接種会場も医療機関も余裕があり、予約は最寄りの医療機関にお問い合わせいただくか、県共通予約システムで行ってください。まだワクチンを接種されていない方は、大切な人と自分を守り、また安心して社会経済活動を行っていただくためにも、ぜひこの期間で接種を検討していただきたいと思います。そして社会経済活動の回復支援として、岡山市ではこれまでの感染拡大により延期していた路線バス、路面電車の無料運賃デーを早ければ11月にも実施する予定です。また12月にはスマートフォン決済ポイント還元事業を実施いたします。さらに今後国の経済対策等を確認しながら、岡山市としても適宜次の手を打っていく所存です。共にこの難局を乗り越えていきましょう。